皆さんこんにちは、竹之内まりです。翻訳と、あと一応フリーランスのジャーナリスト、それからシングルマザーで4歳の子供がおります。今日は、この間 IWJ でも動画を出してくださったんですけれど、私エイトスという団体に刑事告発をされていまして、まあ、その件を中心にお話ししたいと思います。でこの間 の動画を録画してからですね、また新たな進展がありましてですね、その刑事告訴とは別にその国の動きですね、そういったのもぜひ盛り込みたいと思いましたので、今回沖縄の友達にですね、また取りに来てもらいました。どうもありがとうございます。ちょこっとじゃあ自己紹介からこの間のようにちょっと喋りたいと思いますけれど、私が原発反対になりましたのは99年からのことで、その時初めてアメリカから来た反原発の科学者ですね、その方が電源喪失事故のシナリオの話をしてくれたんですね、アメリカの。で、その時に聞いた発電所でその電源が喪失されて事故が起きた時に、その健康への影響ですね、急性被爆者で死ぬ人っていうのは、まあ、ものすごい少ない数、ほとんどいないんですけれど、5年後10年後にがんがものすごく増えるっていう話を聞いて、私は本当に32歳の時だったんですけれどね、今までに人生でないぐらいにショックを受けて、正直言ってもう私はその講演録を翻訳をしたんですけれどね、それ翻訳しながら涙が止まらないぐらいにショックを受けたんですね。で不思議なことにもうその時だけじゃなくて1週間ぐらい思い出してはもう涙したいっていうぐらいの状態が続きまして、でもう無我夢中でその反原発の活動をやるようになったんです。でそういう時って不思議なもので、たまたま首相官邸に知り合いがいるとおじさんがこう身近に出てきたりですとか、であとヨーロッパの方に何か活動してしに行ったらどうかっていう人が出てきたりとかで、その初っぱないろいろ活動することになって、最終的に欧州議会の決議案まで緑の党 の人が書いてくれて決議も通ったって、初めは本当に私知られていなかったんでね、今みたいに妨害が全然入らなかったっていうのもあって、とってもうまくいったんですけれど、でちょっとその後もですね、2002年のことだったんですけれど、ちょっと恥ずかしいんですけどね、いろんなところにですね、訴えてもなかなかその政治の世界とかは動きませんしね、その原発政策っていうのは。それで私は市議会選挙にですね、ひょんなことから出ることになりまして、で初めは全然関係ない市議の人と県議の人が、あなたなんか議員に向いてるんじゃないかと、私が喋ってるところをたまたま聞いてね、原発以外の話だったと思うんですけど、市議会議員出てみないかって話を持ちかけられたのがきっかけだったんですけれど、その時私はもうとにかく今原発の問題が大変だからこれが最優先事項だってこうずっと言っていたら、そのうちその話は立ち消えになっちゃいまして、でその話を以前青森のね、六ヶ所村の再処理工場の反対をしていた市民の方にですね話をしたら、原発と全然関係ないね、私は松戸出身なんですけど、松戸の人がそういうあれで選挙に出てくれたら僕たちも非常に助かるから。ぜひ協力するからやってくれと。で青森の人がこの綺麗なポスターも作ってくださったんですけどね、とにかく私はその情報を伝えたいと、その議員になりたいっていうんじゃなくてですね、今日本がこんなに大変だっていう情報を伝えたかったんですね。でなるべく私の名前と顔は恥ずかしいから、とにかく小さくって言ったんだけれど、顔か名前かどっちかは大きくしないと選挙ポスターにならないからと言われて、じゃあ名前は大きくしてちょっと顔は小さめにとしましてですね、で私が一番伝えたかったのはこの下の部分ですね、を怖い地震大国に原発はの。でこれね、これはですね、震源域なんですね、この黄色の丸が。すごいでしょ、日本はまあ
プレートの境界線に日本列島っていうのはありまして、だからもうそのそれに沿ってですね、これだけの地震が起きてるわけですね。で大抵地震というとなんかこう×の一個の点で記されててね、だけど私このね元になるやつはね、これパッと見つかんないから、あの元にあるやつは、実はですね、あの台湾で見つけたんですよ。台湾に行った時にね、ニュートンを買ったらこの震源域のこの地図が出てたんです。で日本のニュートンであんまり見たことがない地図でね、でまあこれは大変だと思って、原発の地図と重ねたらこういう図になりまして、であのその時期によってね、例えば1940年代、戦前戦後のもう激動の時期とかはもうたくさん地震が起きてるんですね。でそういうその地震の激動期にたくさん起きてるとか、あちゃこちゃで起きてるとかね、そういうのも見て、もうそれでしかも原発がこれだけあって本当に大変だって、もうこれを一目見たら普通の政治家が動かなくてもですね、国民がこれ大変じゃないかって動くんじゃないかと思ったのが一つと、あとこういう話すると必ず原発がないと3割の電気を賄ってるんだから電気足りなくなるでしょっていうふうに話す人がいるわけですね。でも実はですね、電気事業便談っていう本ですとか、あと私がこれ棒グラフたまたま見つけたのはですね、海外事業連絡会だったかな、やっぱりその電事連の下部組織なんだけれど、海外に日本の電力事業需要や事業についてですね発信する雑誌がありまして、英語雑誌なんですよ、英文雑誌で、英文雑誌にはこれが出てたんですよ、棒グラフでね、水力と火力を足せば8月の最大電力需要を賄えるっていうね、棒グラフ、日本のね雑誌や資料図絶対出てこないものが出てきて、で私それを日本語に変換してね、これに貼り付けて、電力足りてるのにね、その火力と水力で、火力なんてもうひどい時は2割ぐらいしか稼働させないでね、それで原発をベースロードだって動かして、わざわざ動かしてその火力を休ませている時もありましたからね。で今だってまあ事故が起きた後足りてるわけですよね。で足りてるものをね、わざわざこの危険を犯してまで動かすあれはないだろうっていうことを訴えたかったわけですね。でこれは2002年の話です。一応供託金の30万を取られずに良かったなと思いながらやった運動の一つです。であともう一つですね、この間言ってなかったんですけど、実は同じ年にですね、このちょっと前にね、IAEA にも私一人で行ってきたんですね。やっぱりなんて言うんでしょうね、私本当にわからないんですけど、原子力産業側の人たちこそこんなこの地震がいっぱいあってね、危ない日本で原発動かして大事故が起きたら産業側こそ困るでしょって、もちろん私の一番の意図はその日本の国民、子どもたち特に守りたいっていうの、自然を守りたい、人を守りたいっていうのが一番ありましたよ。だけど産業側の人に言いに行くときにはこれだけ危険性があると、で日本に関しては地震の活動期も入ってきてましたからね、阪神とかそういうのが起きてからですね、大きな地震がいろんなところであって、で止めないと大変なことになるんじゃないかってことを言いに行ったんですね。でその言いに行く前にたまたま私はその時原子力資料情報室の国際担当をやっていて、スイスの国際会議とかにもね行きました。 IAEA のナンバー2の人が来ていて、会議にですね、でここに元スイス大使の村田光平さんと私の写真がありますけれど、2人でこうこの特に浜岡原発の問題ですとかをね訴えて、本当日本の原発止めてほしいと訴えたことがあって、でその後私はじゃあこの人がじゃあ人をつないであげるからってことで、その後私は一人でウィーンに行ってね、確か電車で行ったと思いますけど、それでこういった話をしたわけですね、非常に危険だからっていうことで。ただ全くそれは反映されなかったですね。話したうちの一人のその原発安全局の女性なんかはもう中がぐちゃぐちゃになっても外に漏れなきゃいいんでしょと、放射能が大丈夫ですよみたいなね、なんか全然その、答えが本当にくろうととは思えない、あまりに素人の
お答えで、私はその時菊池陽一さんっていう GE に元を勤めていた人のその前にですね、九州まで話を聞きに行って、で彼が作った資料ですとか話を持って話に行ったんですね。だけれど全然聞く耳を持たれませんでした。で今事故になってしまって本当残念です。地震もあってね、配管が壊れたっていうのも分かってるのに、今もまた再稼働しようなんて言ってますしね。まあこの話はまたこの次にしたいと思います。そういうことで、そういう運動をやってきたものです。それで、この、事故は起きてしまったんでね、今はセーブキッズジャパンっていうブログを書いてるんですけれど、ずっと健康被害、特にまあ、私は一応自分フリーランスジャーナリストとしてですね、特にマスコミが、大手マスコミが出さない情報に焦点を絞って情報発信しようとしてるんですけど、そのうちの一つがやっぱ健康障害なんですよね。でそれに特に取っかかってこのブログをずっと書いてます。で私の名前は忘れてもいいので、このセーブキッズジャパンというブログは覚えておいていただいて、この、動画を見た後にですね、また覗きに来てほしいんですけれど、よろしくお願いします。でですね、私がこの間その最新のニュースがこの間の動画では入れられなかったと言いましたのはですね、ちょうど録画のあったその日とその次の日にこういうニュースが出てきたんですね。2014年2月18、19日ぐらいだったと思うんですけど、 Our Planet TV の方がですね、ブログにアップされてました。日本版エイトス本格始動、もう国を挙げてなんですね、福島だけじゃなくて。で復興庁が帰還に向けた放射線リスクコミュニケーションに関する施策パッケージを発表で、避難解除に向け新たに512億円、これは2013年の分で、あと1087億6100万円2014年分の福島再生加速化交付金を積み増し、こんな多額の予算がついて福島の人たちをこれから返そうっていう、もう国を挙げての政策が出てきていたんですね。まあ、前からそういったことは行われてましたけども、きっかりこれだけの予算がついて文書としても出てきてっていう、予算としても明確になってっていう感じなんですね。で、あとベラルーシのエイトスプロジェクト、これから後から説明しますね、を参考にした少人数のリスクコミュニケーションを強化で、11省庁が連携して放射線リスクに関する基礎的情報を作成。もうこれはこれで一つの動画になってしまいそうなんですけど、この放射線リスクに関するこの情報のその冊子ですね、ちょっとちゃちゃっと読みましたけど、本当にこれじゃ絶対いけないっていうものなんですね。でアンスケアっていうのは国連科学委員会のことなんですけど、ここ実は私去年の、5月、6月かにオーストリアにあるんでね、行ってきましたけれどね、で担当者の一人と話してきましたけれど、日本じゃもうかなりのその甲状腺がんも含めてですね、いろんな症状が出てるんですよということを一生懸命話してきたんだけれど、このアンスケアの一般住民や大多数の原発従事者において将来にも被爆による健康影響の増加が認められる見込みはないとの評価を引用と、去年の秋に出たらしいですね。私はその前の春に行って50何ページのね、国連への手紙っていうこのセーブキッズジャパンの2013年の1月を見ると出てきますけれど、もう詳しく書いてね、健康障害これだけ大変だっていうことをね。で彼女にその資料を渡して、口でももう散々言ったんですけど、全然今のところ無視されてます。で、あと最後のところですね、2014年2月19日福島医大菊池伸一学長と ICRP 副委員長ジャック・ロシャール氏が覚書を締結。こういったね、もう着々とね、放射線のリスクは大してないですよと、福島県民の人たち安心して戻ってくださいみたいなことがね、着々ともう国を挙げて進められようとしてます。もう大変なことです。これぜひ皆さん注目してください。
で、で、あの、私個人の話に戻るんですけどね、私、1月の29日に福島県警いわき南署からですね、突然電話がありましてですね、刑事告訴されたっていうのを知らされたんですね。もうほんとショックでね、私もシングルマザーで4歳の子供がおりますしね、本当にびっくりして、で、先ほど言った福島エイトス代表の安藤涼子さん、本名は鎌田陽子さんとおっしゃるんですけどね、が次のツイートで刑事告訴をしたと知らされました。で、このツイートっていうのは何かと言いますと、読みますとですね、正規の罪人2人に共通項、日本に原発導入した中曽根康弘、2011年の日本がこんなにくたびれているとは思わなかった。福島で人体実験エイトスを主催する御用市民活動家安藤涼子、戦後67年かけてたどり着いたのがこんな世界とかや長崎の日にて。これ私一番初めにツイートをしたのはですね、2012年の長崎の日だったと思うんですね。で、私はこの安藤さんのこれを見てね、びっくりして、そのちょっと前にエイトスのことを知って、実はまた説明しますけど、チェルノブイリでもやられて、そこの汚染地帯の子どもたちにね、頑張ってここで生活しましょうって言って何年も過ごしてるうちに、最終的に子どもたちの重症患者の数が10倍になったっていうね、ちょっと恐ろしいプログラムで、で、福島でもそれをやるということでね、本当にびっくりしたんです。で、安藤さんにはそんなことをしたら子どもたちが病気になっちゃうから、そんなことはいけないことだみたいなツイートを、かなり強い言葉も使ってこう投げかけしたんですけど、全然無視されて、結局ブロック、すぐに結構すぐにブロックされてしまったんで、もう盛んにツイートしてたんですけど、それのうちの一つがこれですね。で、彼女は長崎の日に、なんかまるで自分がこう被害者の一人みたいな書き方なんですけどね、彼女こそこの福島エイトスのリーダーとして、汚染地帯でみんな頑張って生きていきましょうって、大人でそう決めた人が生きていくのはいいんですけれどね、私はその特に未来ある子供が汚染地帯に置きとどめられてるっていうんですか、もうそれが本当に耐えられなくて、一生懸命ツイートしてたんですね。で、無視されてブロックされてたと。で、ちょうどそんな時にですね、ある本を読んでいたら、中曽根康弘さんの2011年9月5日から何かの NHK テレビ の, ニュースウォッチ9のですね、インタビューでのセリフを本で読んだんですね。で、それが2011年の日本がこんなにくたびれているとは思わなかった。もうこれもですね、ご存知の方も多いかと思いますけど、中曽根さんっていう人は1954年に日本に初めて原子力予算を通過させた人です。ちょうどビキニ事件のすぐ後で、反核運動が盛り上がっていた時に、日本 の, そうですね、読売新聞や日本テレビといったマスコミ の, その重役のですね、柴田っていう人だったと思いますけど、その人の毒を持って毒を制すということわざが日本にあるから、これを利用して原発を導入を、その反核運動を抑えるって意味でね、その核 の, ポジティブな点に集中させるってことで、そういうことで CIA の, 工作員と協議をして、もうどんどん推し進めていったわけですね。そのうちの一環は中曽根さんの原子力予算投入だったわけですね。その前の年から中曽根さんは米国留学とかして、まあ、準備はしていたと思うんですけれど、で、その原発導入の張本人の一人である中曽根さんがね、2011年 の, 福島の大事故を見てね、私はもう人としてやっぱもっとね、心痛めて、自分が導入した原発でってこうあれしてるかと思ったら、全然その様子がないわけですね。でも他人事のようにこう知らんぷりして、こんな歌を読んでるっていうことでね、何かこう共通点があるような気がして、これを合体させて一つのツイートで読みましたら、これが刑事告訴の対象で、特に人体実験エイトスっていう部分が対象となっているというのを聞かされました。
はい、でこのエイトスなんですけれど、こちらはですね、福島のエイトスが初めてじゃなくて、チェルノブイリでも96年から2001年まで行われていました。でこれをやっていたのがこのジャーク・ロシャール氏っていう人で、経済学者で ICRP の委員 でかつてフランスの原子力省にも勤めていたことのある人で、CEPN というですね、NGO の団体のリーダーをしてるんですけど、この CEPN がエイトスをやってたんですけど、中身を見ますとですね、その CEPN に資金提供しているのは、CA、もう全部フランスの原子力ロビーなんですね。CEA、EDF、IRSN、コジェマ、当時ですね、今アレバになりましたけど、から資金提供を受けていると。で場所もフランス原子力庁の中にあるそうですね。もうこれが正真正銘の NGO と言えるのかどうか非常に疑問なんですけれど、でさっき言ったようにこのエイトスがこの5年間行われた後で、そのエイトスをやってた人たちは成功裏に終わったっていう風な報告書を出しているらしいんですが、その報告書を出す準備のその会議の中で、一番最後にこの地元の小児科医がね、子どもの重症の入院患者の数が10倍増えたっていうね、そういう発表をしたんだけど、そこは全然削除されてしまったっていうんですね。もうそれを聞いて私いても立ってもいられなくなって、同じエイトスっていうのが福島にやってきて、しかもアドバイザーとしてジャック・ロシャール氏が何度も福島に来てるんですね。でもなんとかこれを止めたくって、それまであんまりやってなかったツイートをガンガンやっていたら刑事告訴になってしまったということなんですね。で福島のエイトスっていうのは2011年からその先ほどの安藤さんがご自分のなんかの手紙の中ではですね、自分でエイトスって名前も発案したと、でエイトスっていう活動も発案したっておっしゃってるんですね。ですけれどね、調べてみますとですね、このアドバイザーにジャック・ロシャール氏をお願いしていろいろアドバイス受けてるんですけどね、福島のエイトスってブログ見ると分かりますが、でもこのロシャール氏はですね、2011年の11月にエイトスについて内閣府で講演してるんです。でその前もですね、ネットで探してみたらですね、広島でエイトスについて2000年に講演してるんですよ。でなんかね、安藤さんがいかにも発案したような感じの手紙を、佐藤義和議員という岩木市市議の人に手紙を書いてなんかブログに載ってたんですけどね、なんか非常に不自然なものを感じました。本当にそれが真実なのかどうなのか、なんかちょっと私はよくわからないでおります。それでですね、問題はですね、そのチェルノブイリの例で先ほどのその子どもの重症患者がもう10倍増えたっていうのと、あとですね、エイトスがですね、依拠している科学的根拠っていうのが ICRP なんですね。で私はさ先ほどから言ってるセーブキッズジャパンってところで検索ができるので見てもらいたいんですけど、ICRP が間違っている5つの理由っていう記事をアップしてます。でもう私はもうこれ確信してます、 ICRP 間違ってますよ。でね、ちょっと今日手短に例を出しますとですね、こちらの写真見ていただきますとですね、こちらジャック・バレンタイン博士っていう人で20年間 ICRP のトップをやってた人です。でも退職されたわけですね。でその人がこのクリス・バズビーさんっていうですね、 ICRP の基準じゃダメだってやっぱり言ってる独立系の科学者の団体があるんですね、イギリスの方ですけどね。で、この方がインタビューしたビデオは残ってんですよ。で私このブログにも貼り付けてありますけどね。でその時にいろいろこう問答をしていたらですね、言葉そのままじゃないですけど、このバレンタイン博士はですね、こうおっしゃってるんですね。 ICRP は内部被曝に関しては数百倍過小評価している可能性があると。 ICRP のトップを20年間やった人がこう白状してるんですよ、退職してから。これはすごい話だと思いますよ。でですね、その特に原発事故の場合はその放射性物質が大量に拡散されますからね、
内部費用額をまず考えないと大変なことになる。それ数百倍もね低く見積もってるっていうんですから大変です。で、その後にですね、事故の後2012年にね ICRP が出した報告書があるんですよ。低線量、放射線に関するワーキンググループかなんか第84部会とかなんかそういうようなとこから出てたと思うんですけど、そこの一節がね、線量が同じであれば外部被曝も内部被曝もリスクは変わらないとしていますって言ってるんです。ありえない話ですよ。小学生だって分かりますよね。その放射性物質っていうのは毒物の一種ですけれど、体の外にあるのとある時と体の中にある時とエネルギーレベルが同じで出会っても全然体の外と中じゃ全然違いますよね、影響が。なんかこういう嘘をね平気でついてるわけですね。で、まあそれでじゃあ真実は何かっていうのを考えた時に一番私は参考になるのはこのバンダジェフスキー博士の研究だと思うんですね。で、折しもインターネットに出ている映画で真実はどこに WHO と IAEA っていう映画がありまして、ぜひこれもね50分ぐらいの映画ですけど見れる人ぜひ見てください。で拡散してください。でここに出てくるんですよね博士がね。で一番初めはその病気になった子どもたちが泣きながらどこが苦しいっていう話をしてる、あれから出てきて、で IAEA 側のですね、そんなの危険じゃないっていう学者と病気の子が出てるじゃないかってい こう 良心的な学者とやり合ってるところですとかね、そういうのも出てる非常に貴重な映像の入った映画なんですけど、この中でバンダジェフスキー博士の研究も取り上げられてて、博士はこう言ってるんです。セシウム体内濃度10ベクレルパーキログラムから心臓に異変が出始める。これは博士が汚染地帯で住民と一緒に何年も暮らしてですね、そこで患者を見ていてこう知ったことなんですね。でこれを否定するには同じことをしないと否定できないはずで、バンダジェフスキー博士以外やってませんからね。彼は解剖で病理お亡くなりになられた方の解剖の病理研究もしてます。彼のゴメリ医科大の学長だったわけですけど、彼の教えをでさえ何人か死んでるんですね。でそういったことをやったね先生の研究を全然日本は未だに無視してますね。で博士が言うには ICRP 基準の1ミリシーベルト、これはセシウムの濃度でいきますと体重によりますが数百ベクレルパーキログラム、これは安全ではないと、もう当たり前のことだと思います。100ベクレルパーキログラムで低レベル放射性廃棄物のレベルですから、その数倍体内に取り込んでね安全のはずがないんですよ。内部被曝に関しては1ミリシーベルトからベクレルの換算がありますが、私あれは嘘だと思ってるんですね。デタラメの換算式だと思ってます。でこれに直結する話が東大によるホールボディカウンターの研究なんです。早野隆吾教授と坪倉正治医師が主にやってらっしゃいます。で私ちょうどね昨日とかもこの早野先生とツイッター上で、ちょっと早野隆吾教授と竹野内まりの問答とか検索で入れると出てくると思うんですけれど、やっておりまして、いや早野先生はね私も今までいろんな人のところにこう安藤涼子さんもそうですけれど、こう問いかけをしてもね大抵ブロックされたりなんか茶化されたりして終わりのところを私の質問にちゃんと答えてくださって、それはすごい感謝してます。ただですね、やっぱその基本的のその1ミリシーベルトイコール3万ベクレルパーボディ、3万ベクレル体に入って生涯受けるね線量が1ミリだっていうこの ICRP 基準をもとにして安全だっていう論文を世界拡散されてるんですね。私これじゃいけないと思うんですよ。60キロの大人でも500ベクレルパーキログラムの濃度ですね。で子供は代謝が早いからほぼ同じ濃度で1万5000ベクレルパーボディで1ミリだって言うんですけど、それにしてもあまりにも高すぎます。さっき言ったバンダジェフスキーさんは10ベクレルでダメだって言ってますからね。でその部分をどう思うんですかって私質問してるんですけれど、
その質問に対する答えはまだ全く返ってきてないんですね。で、あともう一人ですね、坪倉先生って人も一緒にやってらっしゃるんですけれど、この坪倉先生はね、実は2011年の秋に沖縄に来たんですよ。で、私たまたま友達に誘われてね、講演会見に行きました。で、やっぱり安全側のね話をされていたものですから、私このバーンダジェフスキー先生のこの、研究のね、その10ベクレルパワーキロから20ベクレルパワーキロでね、心臓に異変が出るっていうこの論文は読みましたかって聞いたんです。そしたらこの坪倉先生、読みましたって言うんですよ。で、自分のブログにも書いててね。で、それでその時ね、もうどうしたらいいでしょうねってご自身で言ってるんです。福島はどうしたらいいんだろうと。食べ物全部検査するわけにもいかないしね、そんな機会が十分ないし、でこんな数字が出てきて、いや困っていますって正直におっしゃってね。で、まだロシア語の文献をもっといろいろ読まなきゃいけないけど、竹野さんロシア語の翻訳ができないんですかって聞いてくるぐらいで、困っていたわけなんですが、でもその後に出てきた論文の発表だと、もう全部1ミリ、ほとんど1ミリシーベルト以下だから心配ことすることありませんよっていうのが世間的には出てるわけです。これは大いなる矛盾だと思います。インターネットで検索するとね、早野先生の論文も出てくるし、バンダジェフスキーさんの論文も出てきますからね、ぜひ見ていただきたいと思います。で、次にこのジャック・ロシャルさんにまた戻るんですけど、福島でだけは放送されてるんですね、ジャック・ロシャルさん の, 出てくるビデオですとかね。で、彼こう言ったんですよ。母親たちは科学はわからないだろうと、20ベクレルパーキログラムぐらいの食べ物だったら OK だろうと。これじゃダメなんですね。で、なぜダメかっていうとですね、ICRP のそのエイトスっていうのは、特にこの ICRP111 っていうのの言ってることに依拠してやってるんですね。安藤涼子さんのツイッターの、紹介画面にも出てきますけどね。で、これあれ見ますとですね、これ日本語版ですけど、7ページ目にですね、このグラフが出てくるんですね。で、1日10ベクレル食べててもですね、大人で1400ベクレル超えるんです。ということはどういうことかっていうと、70キログラムの大人で20ベクレルパーキログラムになっちゃうんですね。そうすると心臓に異変が出てくる数値なんですよ。10ベクレルパーキログラムを食べてるだけでも、大人でだいたい2キロぐらい食べますからね、1日2キロ以上だと思いますけど、2キロとして、だから5ベクレルパーキロのものを食べていても危ない数値になる。大人で心臓に危ない数値になっちゃうというものなんですね。で、ロシャールさんは自分のこの ICRP111 にこれ書いてあってね、で、バンダジェフスキーの研究を全く無視すればこういうことを言うのかもしれないですけど、この人こそ私科学を分かってないと思うんですね。チェルノブイルを見なきゃそんな安全だなんて言えるはずありませんから。で、昔のね、食品の、濃度っていうのがね、実は出てるんです。これ科学ブルーの方はですね、科学技術庁の平成9年度の数値ですね。これね、日常食の平均はね 0.07 ベクレルなんですよ。で、今日常食100ベクレルまでいいって言ってますでしょ。こんな風にしてね、健康が害されずに済むと思いますか。特に子供たちね、もうとんでもないことだと思いますね。で、ご存知のようにロシャール氏はね、20ミリシーベルトパーイヤーはいい知らせだなんて言ってね、これロシャール氏は今 ICRP の副委員長ですけど、 ICRP90 見ればね、一般大衆は1ミリまでっていう風に勧告が出てますよ。何ですか、この20ミリシーベルトまでいいっていうのはね。私は本当にロシャール氏にね、面と向かって聞きたいですね。それで最も重要なところなんですけどね、福島の子どもにもすでに健康被害が出てるんですよね。まずはね、75人もの甲状腺がんと疑い、そしてこの中で複数のリンパ節転移が出てるんですね。
で、まあ、リンパ節転移については私たまたま福島のお母さんから話を聞いてね、たまたまその甲状腺がんの手術をしなければいけなかったお子さんがいて、その一緒の日に手術を受けた人も、その子も両方ともリンパ節に転移していたという話を聞いてショックを受けました。で、実はですね、このリンパ節転移の話なんですけど、私もね、このなんだっけ、ごめんなさいね、内部被曝って本の、内部被曝のこの本の、一番後ろに後書きを書いていて、で、何気にそこに入れてるんですけどね、2009年にね、2009年に、ですね、山下俊一医師、有名な方ですね、が、日本臨床内科医会開始っていうのがありまして、そこに書いた論文があってね、小児甲状腺がんの約4割は、小さい段階で見つけても、すでに局所のリンパ節へ転移があるって書いてるんですね、チェルノブイリの経験で。でね、もう私もこれ驚いてね、このお母さんからの話を聞いてすぐに福島医大に電話をかけて、転移の話はね、本当ですかと。で、転移のその情報はね、その甲状腺がんのね、甲状腺がんは手術すれば治るよっていつも言っててね、この転移の情報は出さないんですかって言ったら、これは個人情報に関わるから一切出しませんって言うんですよ。それはないですよね。なんか、それってもう詐欺みたいなもんですよ。本当に私はそう思ってます。で、あともう一つね、白血病も出てきてるんですね。私が一番初めに聞いたのは2012年にあるお母さんからの情報で、福島で小さい兄弟をお持ちのお母さんが、その小さい兄弟両方とも同時期に白血病が見つかって、もう錯乱状態にあると。もう私もね、そういうの、子供持ってるんでね、もう本当そのお母さんの立場になったら、本当にもう錯乱状態になるだろうし、立ち直れないと思うんですね。で、でも竹野さん、この話はね、広げないでくださいって言われたもんですから、どうしようかと思ってね、日本医師会の方にすぐ電話をかけて、そういう話が出てるんですけど、そんなね、汚染地帯でちっちゃい子供が、兄弟で2人ね、白血病になったなんていうこともあってね、医師会としてね、何かしないんですかと。子供たちだけでも逃げるようにとか勧告してくれないんですかって電話かけたんですね。そうしたら、その時の医師会の対応が、2012年の冬の話でしたけど、2014年の3月までにね、その子供に関する被曝の意見を取りまとめると、今の時点はその意見がまとまってないから、とにかくその2年後までに取りまとめるっていう、そういう返事だったんですね。もうそんなんじゃね、その2年間の間に子供がどんどん病気になるじゃないかと思って、もう本当に、私はもうその返答を聞いてすごく危機感を持ちました。でですね、あとももう一つすごい大事な話がね、この白血病に関してなんですけど、このエイトスにはね、なぜか名前を明かさずにブベリーっていうね、アカウント名でいろいろ発信してる人がいて、で、今回の刑事告訴とかでも、安藤さんが刑事告訴の話をしたら、すぐにブベリーさんがリツイートしてて、で、刑事告訴してやろうかって話も実は去年の夏にありまして、で、それもなんかブベリーさんと安藤良子さんが、相談してたぐらいに仲のいい方なんですね。で、そしたらですね、内部情報でね、このブベリーさんって人が、実は、日本医療保険大学、東京医療保険大学の伴信彦教授だっていうね、情報を聞いたんですよ。で、それで調べてみたら、この伴信彦さんっていうのは、その白血病の発症の大家ですごい研究をしてるんですよ。どういう研究かっていうと、マウスを使ってね、被曝させたら1、2年後に白血病が出るっていうね、そういうことをね、そのメカニズムを突き止めてるんです、論文で。で、どういうメカニズムかというと、造血幹細胞が老化するのが一つと、あと遺伝子 SFPI1 が変異する、この2つで
こんなに早く発症するっていうね、メカニズムを遺伝子レベルで突き止めてる人なんですね。それなのにこのエイトスのね、その学者としてそのツイートとか見ると、いまだに安全だって言ってますよ。そういうことをね言ってて、で私も竹之内まりの公開質問っていうブログもありまして、そこで私あのもう伴信彦さんにはね、あの質問を投げかけてるんですけれど、まあ一つは伴さんはまあ、早野先生と違って私のことをデマリンデマリンってこう呼び続けて、それが失礼だっていうのが一つと、まあこれはくだらない話ですけどね。で2番目はやっぱこの白血病ですよ。で白血病がね、今私もセーフキッズジャパンのブログで確か今人気ナンバーワンになってると思いますけど、あの郡山高校のね陸上部のキャプテンが白血病になってるんですね。でもうね、そういうのが出てきてるのにね、もうエイトスなんかやらないでくださいよって、私本当にね泣いてお願いしたいね。なんとかしてくれるんだったら。あとあ、そうだそうだ、あとやっぱりね、マンダシェフスキーさんの本ね、ぜひこれ読んでくださいね。もう私これね、市民の人たちがお医者さんに教えてあげるべきだと思うんですよ。こう本持ってって先生これ読んでくださいっていうぐらいにね、そうじゃないともう間に合わないと思って、それでそうそう、久保田、この役者の久保田先生とたまに連絡を取るんですけど、まだ2冊目の本なんかもすごい重要なことが書いてあるんだけれど、そんなに冊数が伸びてないっていうんで、ぜひ皆さん買っていろんな人に広めてほしい、特にお医者さんに広めてほしいですね。でこの間写真も来て、なんかすごいいい写真だなと思って喜んでたんですけど、で一緒にね、久保田先生が送ってきてくれたもので、茨城でさえね、茨城県は結構その心電図の検査をする学校が多いみたいで、で汚染の度合いに結構比例してね、心臓異常が中学生とか子どもたちにね出てるって言うんですね。もう本当どうにかしてほしいって私は思ってるんですね。でこれお知らせってなんでやってるうちに、もう本当にね、ネット工作員っていうんですか、なんかもうひどい言葉を投げかけてくる人で、もろバレの人もいれば、他の人にはいいツイートをしてて、私にだけ ひどいこと言ってくる人がいるわけです。メンション飛ばしてね。でやり合ってるうちに、もう私はこういうね、情報は否定されたことないですよ。私も情報に関しては気をつけてチェックして出してますからね。だけどもう誹謗中傷の人格攻撃のあればっかりでね、全然その子どもたちを助けようっていうあれがないんですね、そのネット上のやり取りで。もう本当に悲しくてね。ということで皆さんへのお願いなんですけど、まずその私のセーブキッズジャパンのブログを広めてください。いろいろ書いてます、日本語と英語で。もう世界拡散しないと、日本エイトスをね、これからあれだけの予算をつけて11省庁にもまたがって、福島県の人をね汚染地帯に返そうとしている時に、もう本当にどうにもならないんでね、ぜひ私一応英語でも書いてるんで、世界拡散してください。それと私の個人のあれで、その刑事告訴もなんとか起訴しないでくださいと、もうされちゃったらもうしょうがない、最後まで戦うしかないんですけれど、署名を集めてますので、このブログに行きますと署名も出てますのでね、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、先ほどですね、大事なことを一つ言い忘れてしまったんですね。福島の子どもたちに75人の甲状腺がんと疑いが出ていて大変だって話、リンパ節転移も出ていて大変だっていう話をしました。で、いまだにですね、これが被爆由来の甲状腺がんかどうかわからないからっていうことでうやむやにしてね、まだ安全だって言ってる学者さんや医者の人たちが結構いるわけですね。で、もうぜひね、
そこでもう本当にその国と福島医大にやってほしいのがですね、遺伝子検査なんですね。あのチェルノブイリの時と何が違うかっていうと、その遺伝子検査がもう今は発達していてね、であの私のセーブキッズジャパンのブログの中にもあって、なんか常にベスト10に入ってる人気記事の一つなんですけど、7911っていうですね、遺伝子検査をするとですね、あのその甲状腺がん、被爆由来の甲状腺がんと被爆でない甲状腺がんがあるらしいんですけれど、7911という遺伝子を見るとですね、被爆でない場合はこの遺伝子がですね3つに分かれるって現象は絶対ないそうです。ゼロなんだそうですね。で逆に被爆で甲状腺がんになった場合は、検査をすると4割の人がね、あのその7911遺伝子が3つに分かれるって現象がある、んだそうです。これね、あのだいぶ前にですね、この内部被爆の真実を書いて、あの書いた児玉達彦先生がですね、あのこれ、インタビューか何かでも話していたわけですね。で私もそのセーブキッズジャパンのブログにそれ貼り付けてありますけど、であの彼のですね本でも書いてあるんです。82ページね、これです、ここに写真もありましてね、チェルノブイリ汚染地帯における子どもの甲状腺乳頭がんでは、最近ゲノム全体の解析から染色体の7番の911領域、写真の白丸部分が通常2コピーのはずが3コピーに増えることが特徴的であると分かった。これ特徴的なんですね。あの被爆由来のがんでない子の場合はこれが3コピーになることがないってことでね、これあのブログにも引用元を書きましたけど、あのピーナスっていうね、あの Proceedings of the National Academy of Science の、 あのに掲載されてる論文、2011年出た論文なんですよ。事故のちょっと後に出た論文なんですね。でこれをあのこの遺伝子検査をですね、今もうたくさん出てる福島の子どもたちのその切除したですね甲状腺がんの組織を調べればすぐ分かるはずなんです。で被爆由来のこの7911が3つに分かれる現象が出ていたら、被爆でなった子がいるってことですから、本当にね福島の子どもたちをすぐ逃がしてください。であのこの染色体検査未だにねなぜかやってませんけど、すぐやっていただきたいと思います。で福島のご両親たちもですね、これのために声を上げてください。もうこれは科学的に否定しようがないですね。あのですからもう本当やってくださいって、こうみんなで声を上げていきましょう。よろしくお願いします。